2010年の元日を祝うパレード元日は年の最初の日。日付はグレゴリオ歴の1月1日。元旦とも言うが、この場合は特にその日の朝を指すこともある。元日は年初の日である。しかし、年は繰り返すもので、どの季節を年初にしても記念法上問題はなく、太陽歴では1月1日そのものに、天文学的な意味は特にない。なお、 1>, 1月1日以外を年初とする歴法も存在する。太陽歴に基づきながらも元日が1月1日ではない歴法もあった。例としてフランス革命歴では武道月1日が元日とされた。その日はグレゴリオ歴では9月22日から9月24日の間とグレゴリオ歴1月1日とは大きなずれが生じていた1日であり、これは 武道月を1月、果実月を12月と数えると、4月10日に相当する。1月1日を祝日として高級日としている国は多い。日本では明治から大正、昭和前期まで皇室行事である、司法廃にちなみ、司法節と呼ばれて祝祭日の中の4大節の一つとされてきた。1948年交付、至高の国民の祝日に関する法律。 第2条により、司法説に変わって、年の初めを祝うことを趣旨とする国民の祝日となった。日本各地では、元日の1月1日から1月3日まで、または、松の内までを特に、お正月と呼んでこれを尊重し、毎年この時期独特の行事や監修が取り行われる。かつては、ほとんどの店舗が休みであったが、1990年代に大英が、 日本のスーパーマーケットとして初めて元日営業を開始し、2013年には祖合、西部が大手百貨店として初めて元日営業を開始した。フィリピンでは大晦日から元日にかけて爆竹や空砲によって新年を祝う風習がある。元日に類似する言葉として元旦がある。大事選では本来、旦は超、夜明けの意であるから元旦は 元日の朝を指すとしている。他方、日本国語大辞典等では、元旦は、元日と、元日の朝の両方の意味を持つとしている。新鮮緩和辞典は、旦という漢字自体に、一日という意味はあるとしており、例えば、月旦は、毎月一日のことを指す。元旦は中国語から、日本語へと輸入された語彙であるが、宋代の中国語文献においても、正月作事、 といった元日のいでの要例が見られる。日本においては、室町中期の文明本節要集が元旦元旦正月1日とする一方、17世紀の日報辞書は正月の明日と誤釈する。また、坂口安吾の新春、日本の空を飛ぶにおいて元旦正午、DC4 型4発機は滑走路を走り出した。のような要例が見られる。ありがとうございます。